With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. learn more at marines.com 毎週水曜日のこの時間は玉木正之のキャッチアップスポーツ文化評論家玉木正之さんです玉木さんおはようございますはいおはようございます,、はいいますえー、大谷選手の元通訳水原一平さんが在場人費の裁判なんかが始まって、はい、どうやらその銀行詐欺その他で六年ぐらいの懲役を食らいそうだと うん、本当ならば33年ぐらいなんですけれども、えーえー、罪を全部認めると、うん、も裁判はしないということになりそうなんですけれども、えー、まあまあ、それはそれとして、ですね今回の,そのスポーツのギャンブルですね、はい、ギャンブルでこれだけのお金が、ものすごいお金がこう使っちゃった、大谷選手から奪っちゃったという。えー これが問題になって、何やらスポーツベッティングが悪者になってるんですが、はい、正直言いまして、私、スポーツベッティングには賛成なんですようんで。これね、今ね、日本のスポーツの予算っていうのが、だいたい国の予算が360億円ぐらいなんですね。はい で、トトの,あの収益で入ってくるのが200億円ぐらいあって、大体、ええ、年間560億円ぐらいって言われるんですが、これではね、もうそれこそ,その小学校からあの高校までの、 部活動であるとか、はい、そういうことをどうするかとかから始まって、うん、オリンピック選手の強化費まで、ええ、これをまのなんていうんですか、えー、賄うにはちょっと少額すぎるというので、うん、スポーツをその要するに賭けの対象にしようというんですけれども、ええ、このこれの。 スポーツベッティングをやってない国っていう方が少ないんですよね、実は。<ー> G7 の国は全部やってますしね。日本<ー>それから、あの、水原被告のことを考えると、これちょっとものすごくいに、<ー>まあ問題多いんですけれどもね、<ー>カリフォルニア州がスポーツベッティングを禁止してるんですよね。そうですね。 で禁止しているからこそ、その何百億円というような借金の方にまで行っちゃった、要するに非合法でやったわけ、<ー>うん、これ、合法化されていたら、ええその、そんなにたくさんかけることは違法になって、すぐに捕まるんです、<ー>というよりできないんですよね。なるほど だからこれね、この賭けに対する考えというのは非常に難しくって、ええ、1960年に実はイギリスが、はいえー、ギャンブリングベッティングローという、要するにスポーツ、えー、スポーツ法じゃないですね、ギャンブルの解禁法、はい、賭博解禁法、全部解禁する、誰が何やっても構わないという法律を作ったんですね。はい でそれであのブックメーカーっていうのがたくさんできたわけですけども、今まであの6社ぐらいに絞られて、まあまあ、いじってみれば、淘汰されたわけですけれどもね、これを作って、賭けを全部解禁したということによって、ああ賭博というのは、コントロールすべきだけれども、禁止すべきでないという原則を打ち出したんですね。 で、禁止したらどうなるかというと、賭博がアンダーグラウンドになって、はい、そこで、あの、大きくなってしまうと。うだ日本の現状っていうのは結構それに近いんですよね。ほんで、日本の現状っていうのは、えー、日本の賭博に対する考え方というのは、 刑法で全部禁止してるわけです。えー、賭博は罪ですと、うん、悪いことですということを言っていて、うん、でも、公認の賭博は一部認めるわけですね。はい、公認、これは競馬とか競艇とか、うんね、ーオートレースとか、はい、そ,れかそれからトドとかですね、これは認める、それから一部は黙認するんですね。うん、で黙認は何かでパチンコですね。 あパチンコで監禁所があるのは、皆さんご存知だと言ったら言い過ぎかもしれないけれども、はい、<laughs> そうです、ね、おーそうこういう現状があるわけですね、うん、それで、禁止をしながら一部公認、一部黙認ということで、大きくなってるっていう現状はあって、実は、その今年の春の選抜なんかの高校野球なんかでも、海外では賭博の対象になってたんですね。うーん それであのおに、えー、日本からでも、日本語のサイトを開ければ、ええ、そこで賭博できることにな,なってるんですよ。えー、で、大相撲も,も賭博の対象になってますし、日本の J リーグなんかも賭博の対,対象になってるんですね。で、日本じゃできないんですけれども、ネットでできているっていうので、はあ、それで例えばその、えー、J リーグの中継、もうしゅっ。 あの瞬間瞬間にね、はい、次の、えー、10分以内に選手交代はあるでしょうか、なんてことをかけることができるので、だから、海外、海外、投資の視聴率が高くなって、有料テレビなんかが、報、あ、税、のー、権料を高いお金を払うことができていると。 ですからこのアンダーグラウンドっていうのはものすごく考えにくいんですけども、一番分かりやすいのが禁止法ですね<ー>、アメリカでお酒を全部禁止した時代がありました、ご存知ですね、うん、アンタッチャブルの時代ですね、はい、アルカポでの活躍した時代ですね、うん、ですからあの、賭博やめましょうという人の意見と、ギャングの意見っていうのは結構合うんですよ。うーん 要するに賭博は悪いことだからやめましょうねっていうあの団体の方がたくさんおられるしカリフォルニア州もそれでトランスポーツベッティングやめてたんですけれども、うん、やめたんですけれども、はい、禁止したんですけれども、ええ、裏ではやっちゃうんですよね。 ね、禁止法で儲けたのはアルカポネですよね。マフィアが儲けたわけですね。お酒を禁止する。はい、それで禁止法はなくなう,うまくいくようになったと。こういうことを全部調査した上でイギリスは1960年に世界に先駆けて賭博を解禁したんです。<ー>要するに禁止せずにコントロールしようということ。 えー、ことですね。えー、で、日本は先ほど言ったように、ちょっと中途半端なあ状態であると。うん、それで、えー、スポーツの予算っていうのが年間、まあ、550億円ぐらいが、スポーツ振興に使われてるわけですけれども、もしもスポーツベッティングをやったらどうなるかというと、年間7兆円ぐらいは売り上げあるだろうと。ほ、うん、ほんで、それの、えー、スポーツにお金を回せるのが大体1.7兆円。 一兆七千億円ぐらいは入るだろう。おー。今、五百億円ですからね。うん、桁が、二つ違いますね。い,すねいや、全然違うんですよね。<laughs> ね、はあ、そうなんですよね。で、これを、なんとか、要するに、その、うん、このと賭博を認めるか、それとも、今、話題に、ちょっと話題、話題になっている IR? を認めるという動きはかなりあるんですけど、IR の方は、かなり IR をやりたいという人の利権が動くんですね、でそれに対してスポーツベッティングっていうのは、世界中でもうすでに行われているという現状があって、はいええ、日本のスポーツもその賭博の対象になって、ネットでやら,れやられているというのがあるんですよね。どこれで 日本の,そのスポーツベッティングどうするかっていう討論をやりたいですね。やっぱりオープン、ね、オープンしてみんなでこうしてやったほうがいいんだよ、あるいはやることによってね、水原一平さんのようなうスポーツ依存症、存症ね、賭博依存症が出てくるんじゃないかという声もありますしね、それでまあ,あの、とうがね、はいあの法、法律で決まるとき、衆議院の予算委員会に、えー、私あの、 えー、参考人として呼ばれました。はい、で呼ばれてあの衆議院に行ったらもう婦人団体の方にすぐに囲まれまして。えー え、<laughs> 玉木さん、やっぱり賭博を青少年のスポーツに入れるなんてやめましょうねって言われたんですけど、いや、実は私賛成なんですよって言ったら、ものすごく、<laughs> ものすごい目で睨まれまして、ね。<laughs> それで、えー、なんで賛成なんですか青少年に傷つけるんですかとか言われたんですけども、いや、賭博というのはものすごく公平なで上でないとできないとで。そこでコントロールしなきゃいけないんですよっていうことを言ったんですけど、<laughs> なかなか理解はしてもらえない。 なかったんですけれどもね<ー>でそこでま都、あ、ト,トだけはあ法律ができて今は解禁されているわけですよね,、うん、すね行われているわけですよね、はい、だから外国ではもっと日本の J リグに対して面白い賭けをいっぱいやってるらしいです、うん、でそれを果たして日本でどうしようかっていうときに これから私はもうど、これの討論を、どんどんオープンにしてやるべきだと思いますね。うんそうしたらいろんなことが、スポーツをどうしようかっていうことなんかも分かってくるでしょうし、えー、これからプロ野球も賭けの対象になるし、うん、J リーグも賭けの対象になるし、うんで、賭けっていうものを一体どういうところでどういうふうにコントロールしてやればいいのかっていうことが、 分かってくると思うんですよね。うん。<で>そうです、ね。で、イギリスなんかではね、王室で子供が生まれるときまで影の、影の対象になってるわけで、名前が何になるでしょうかとかね。<laughs> そうですね。そこ,こまでやっているのが、大人っぽいのか、今日本がコントロあの、禁止されていて、うん、子供のように禁じられているのか、大人の世界に入るか、子供の世界のままになるか、または、 IR ができて、それを支配する人たちの利益になるのか、うん、このあたり、ちょっとね、うん、私も、はい、スポーツライターやってもう、ええ、半世紀近くになりますけれども、ええ、まさかこんなことをね喋るような時代が来るとは思わなかったんですけれども、やっぱりこれはあの捨ててはおけないことですから、500億円が1兆800、800 千億円の、うん、その援助金になるかどうかっていうこれはねやっぱり大きな問題として、えー、これから討論すべきだと思いますね。はいわかりました。玉木さんありがとうございました。はいどうも失礼しました。スポーツ文化評論家玉木正之さんでした。ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコアップルポッドキャストスポティファイアマゾンミュージックユーチューブミュージックいずれかのアプリをご利用くださいこれからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください